石ころ「山本五郎1ああ高坂の権之丞様がお通りなさるまた裏打ちのお口を召しておいでですねあの方のは大門写しでいつも伊達におこしらえなさるけれどお色が白くておみ細ですから華奢に見えますこと」。 お連れは賽鴉影武様のご字なんですわ。お名はなんとおっしゃったかしら。それは聞く様がご存知でございましょう。まあ悪いことをおっしゃる。私存じ上げはいたしませんですよ。それよりご覧あそばせ。小山田様のご老人が下腹巻きで威張っていらっしゃいますわ。まあお牛の目立って白くおなりなすったこと。 晩秋の午後の日差しの明るいご隠居車の縄屋の縁先に出て10人余りの若い娘たちが最前からかしましくささやき交わしていたすでに葉の散り尽くした桜のこの間越しに堀を隔てて向こう側の道をお城から下ってくる侍たちが打ち連れて通るのが見える彼女たちは今その人々を指しながら 若い娘らしくそれぞれ品定めに興じているのだった松尾はその仲間から離れて一人でせっせとわらじを作っていた甲斐国小布城では筋目正しい家の娘たちが選まれて代わる代わるお城へ上がってわらじを作ったりむしろを編んだりする習わしがあった伝説によるとそれは 神玄公の隠しわらじといって作り方に特別な法があり雪中を行軍する時などその足跡によって軍の方向を敵に知られることのないようにできているそれですじめ正しい家の者のが選まれて作るのだということだったそうでないにしても年頃の娘たちに武者わらじを作ったり 軍用のむしろを余せたりすることは、武家の女性としての鍛錬の意味だったことに間違いはあるまい。それはまた、彼女たちにとっても楽しいことの一つだった。なぜかというと、武家の真相に育てられて、普段世間に触れる機会がないから、同じ年頃の者が集って、見たこと、聞いたこと、経験したあれこれを語り合うことによって、 世の中の移り変わりも知り少し不行儀だがそこからは途上下上の侍たちの往来が見えるのでいつの合戦にこれこれの手柄を立てたのはあの若武者だとかどこそこの陣で大将首を上げたのはあの人だとかとりどりのうわさ評判をし合うのも娘心にはひめやかな喜びの一つだった。そういういで 松尾一人だけはいつも仲間はずれだったどんな話の相手にもならず一人でせっせと仕事に没頭していたもともとそういうざわめいたことの嫌いな太刀だったのだが容姿が人に優れて美しかったのと父の秋山宝の神が侍大将として御主君勝頼公のご長愛人だったのとで 他の娘たちからは凶満のように見られていた。お父上様のご異性が高いから、ご器量自慢でいらっしゃるから。そんな言葉が時々耳に入ってくる。けれど松尾はそれさえ聞かぬふりをしていた。そういう陰口にはもう慣れていたのである。あら、今あそこへいらっしゃるのは、 ただ様ではございませんか。ご自分で馬の口を取っていらっしゃる方。娘たちの一人がそういうのを聞いて、松尾は思わず胸がドキッとした。ああ、そうでございます。ただ様でございますよ。どうなすったのでしょう。口取りが後ろにいるのに、ご自分でお引きなすったりして。それは何しろ、ただ様ですからね。 戦場でカブト首の代わりに石を拾ってくるほどの方ですものねいかにもおかしそうにみんなクスクスと笑い出したそれは決して悪意のあるものではなかったけれど陰口を面白くしようとする不必要な誇張が感じられた松尾はまるで自分が笑われているような恥ずかしい口惜しい思いで我知らず頬を厚くしながらいた おやめあそばせよくも存じ上げぬ方のことをそのように悪口なさるものではございませんわ。言ってしまってから自分でも驚いたほど激しい調子だった。娘たちは松尾の上気した方や涙をたたえた僧帽を見てびっくりした。そして自分たちのはしたなさに気づくよりもにわかに新しい興味をそそられた様子で、 互いに目を見かわしながらささやきあった。悪口ではございませんわね。だって私たちは世間で言っていることを申しただけですわ。誰でも申しておりますものね。でも松尾はそう言いかけたが娘たちの好奇の目が一斉に自分の方へ集まるのを見るともう何を言う気持ちもなく。 口をつぐんでしまったそして城を下がるまで思わず岩でものことを口にした自分の軽率を後悔し続けていた 2> 2。けれども松尾がその時岩でものことを言ったのは偶然ではなかった。ただという若侍の評判は これまで数えきれぬほどたびたび聞いている。彼はただ淡路守の,の次男で名を新蔵といい二十五歳になる今日まで前後七度も合戦に出ているが一番乗り一番槍の巧をはさておいてまだ兜首一つの手柄も立てていない。行動が鈍重で目端が効かず自分の名乗りも破きとはできない。 そういう類のどちらかというと嘲笑に満ちた評判ばかりだった松尾はその人もよく知らず評判のどこまでが真実かもわからなかったが自分の身に引き比べていつもひそかに同情の思いをそそられていた父親が献政家だからおごっている器量自慢で人を侮っている 自分に対するそういう陰口が本当の自分とは関わりなしに人の口の葉にのぼるそれを聞く悲しいつらい気持ちがそのままただ心臓の上に思いやられ「人は評判だけで判断してはならない」と常々身にしみて考えさせられていたその思いがつい口をついて出たのである。 でも言っってはならならかった「その日屋敷へ帰ってから松尾は自分の言葉を改めて反省した」「口で言ってわかることではなかったかえってよしない噂の種になるかもしれなかったのにそう思うだけでもやりきれない気持ちだったそしてそれはやはり事実となった」 何事もなく半月ほど経って朝朝の野面に白く霜の降りる季節となったある夜兄の万三郎が来て「父上がお召しなさる」と言い一緒に父の居間へ連れて行かれた去年の春に母が亡くなってから父は屋敷にいる時はいつも亡き妻のために線舞卿を移すのが習慣になっている。 今もその写経をしていたと見え、宿台の脇には筆苑や紙などの載った京机が寄せてあった。兄も一緒に松尾がそこへ座ると、父はちょっと具合の悪そうな口調で言いだした。父の口からかようなことを申すのはいかがかと思うが、だいぶ世間の評判がうるさいので、念のために尋ねる。 お前はこれまでただ淡路の次男と何か文など往来したことでもあるか松尾はびっくりして父を見上げた。父は眩しそうに濃い眉の下の目を細めながらまるで痛いものにでも触るような小姉で続けた。女親に息子を見ることはできるが。 男親に娘は見られないというお前には打ち明けて相談をする母がないからいろいろと思い余ることがあって途方に暮れる場合もあろうもしもそういうことから二品目ができたとすればその席の半ばは父が負うべきものだお前だけを責めようとは思わないただ父として正直なことが聞きたい 言ってごらん。松尾はおとなしくしまいまで聞いていたが父の言葉が終わると静かに表を上げた「どのような評判をお聞きあそばしたかは存じませんけれど私には少しもそのような覚えはございません」「間違いないかこの場だけの言い繕いではないのか」 けれどももしかするとあらぬうわさが立ったかもしれないと思い当たることはございましたそれを言ってごらん松尾はいつぞや隠居ぐるわであったことをあらましかたったするとそれまで黙って聞いていた兄の万三郎が「バカなことを申したものだ」 と腹立たしげに言った何でまたただの陰口に限って咎め立てなどしたんだ他のものならとにかくただ心臓がどういう男かということはもう世評が決まっているそれをそのように言いかばえばあらぬ噂が広まるのは分かりきったことではないかはい本当に軽はずみでございましたこれからは と慎みますおとなしく抵当した松尾はしかしすぐに父の顔を振り仰いで「父上様改めてお願いがございます」と言い出した「松尾もいつかは嫁に参るのでございましょうか」あまり突然の問いで父親はちょっと返答に困った「それは言うまでもないが」 どうして今そんなことを尋ねるのだ。もし嫁に参るのでしたら松尾はただ心臓様へ参りとうございます。バカなことを申すな万三郎がどなるように遮った。今あらぬ噂の立っているものとさようなことになれば噂が事実だったと証拠立てるようなものではないかましてただ心臓などとはもってのほかのことだ。 どうして忠様では悪うございましょうか自分で考えてみろ。だがどのような人間か古府中で知らぬものはないぞ。松尾は存じ上げません。かなり強いまなざしで兄を見返りながら、落ち着いた静かな調子で松尾は言った。確かにお噂は聞いております。けれど、 それはどこまでも人のうわさにすぎません。松尾は世兵や陰口よりもその人をお信じ申したいと存じます。世兵は根も葉もなしに広まるものではない。お前のは理屈でなければことさらに意を立てようとしているのだ。兄上様は 松尾をそんな女とおぼしめしですかもうよいぞ、松尾。父親はなだめるように静止した。お前にも似合わぬ。兄に口答えなどをしてどうしたことだ。万三郎もやめこの問題については俺に意見もあるが、今それを言うことは控える。松尾はもう下がってよいぞ。 きっと唇をかみしめながら松尾は深く表を垂れた万三郎は妹がこめかみの辺りを青白くしているのに気づいてあきれたように見守っていたそれから45日して父親がふと松尾の部屋を訪れた常になく改まった様子で娘の目をじっと見つめながら 先日あのように申したが、お前、本当にただの次男へ嫁が気があるのかと言った。松尾は目を伏せなかった。はい、本当に参りたいと存じます。彼の評判は承知の上だな。あらぬ噂を立てられて、意地で申すのではないだろうな。 さようなことは決してございません。では尋ねるが、どうして特にただを望むのかそれは、言いかけて松尾はちょっと言葉を切った。そして、本当の心の底にあるものを誤りなく言おうとするように、一言ずつはっきりと、けれどいくらか下重げに答えた。 白立てのようではございますけれど、私には、ただ様が世間の評判とは違った方のように思われてなりません。七度も出陣なすって、かぶと首一つの手柄もお立てなさらぬ。それは、あの方お一人ではないと存じます。他にもそういう方はいらっしゃると存じますのに、ただ様に限ってそれが評判になるのは、 どこかしらお人柄に尋常ならぬものがあるからではないか、本当は世間の目がそこへ届かぬためではないか、私にはどうしてもそう思われてならないのです。それだけの根拠で己の一生を託そうというのは少し不確かに思われるが。そうでございましょうか。 松尾は微笑さえ見せながら言った。私は行く先のお人よりもかえって自分にその値打ちがあるかどうかを案じているのですけれどそれは確かだと父親も笑ったそして本当にそう望むなら自分にも少し考えがあるから婚姻の話をまとめてみようそう言って立っていった」。は、 美濃の国から出て武田氏に仕えたものだったし秋山はふ代の重臣だったから縁談は何の故障もなくまとまったそしてその月のうちに心蔵は別に屋敷をもらいそこで祝言の式が挙げられた何かと風評のあった2人の結婚はかなり人々を驚かしたがそう決まってしまえば当たり前な話で 案じていたほどうるさい口も聞かずに済み、その年も暮れて天正二年を迎えた。心臓は無口な男だった。中肉中勢の体つきも、おっとりとした顔立ちも、虚嘱動作も、すべてが極めて平凡である。尋常ならぬものがあるに違いない。そう信じてきた松尾は、 その平凡さの陰に隠れたものを見つけ出そうとして随分注意していたが三十日五十日とたっても何のひらめきも見いだせなかったむしろいろいろと世評を裏付けることばかりが目につくのであるある日の昼下がりだったが夫の居間の掃除に行った時上段に飾ってある鎧のそばに 白木の手箱のようなものが置いてあるのをふと見つけた。何心なく開けてみると、中には綿を敷いて大切そうに石ころが五つ六つ入れてあった。何の石だろう。松尾はいぶかしく思ってよく見直した。しかし、どう見直してもただの石ころだった。それも特に色が美しいとか、 形が珍しいとか言うのではなくいくらも路傍に転げている種類の何の気もない石であるただその一つ一つに小さな字で何か書いてあるので松尾はそっと手に取ってみたするといつか後ろへ来ていた夫の心臓が「ああそれは道東江の二俣城の石だよ」と教えてくれた 松尾はびっくりして振り返った。心臓は微笑しながらそばへ寄って。これは駿河の田中城の石だ。これは美野の明智。これは三河の宝来寺のものだ。では、本当だったのでございますね。いつか隠居ぐるわで耳にした噂を思い出しながら、松尾はいくらか非難するように聞き返した。戦場から、 石を拾っていらっしゃるという大噂さは私根もない陰口だと存じておりましたけれどいやこの通り本当だよ心臓は平然と微笑していた死松尾は夫の目を見守りながらどういう意味で このように戦場から石を拾っておいでになるのかと聞いた。格別どういう意味ということもないな。心臓は遠くを見るような目をした。言ってみれば命を落して戦った戦場の記念にという気持ちもある。だがそういうことは別にして俺は石が好きなんだ。石と言っても こういうありふれたボンボンたる石がね。世の中には、翡水とか、メノウとか、紅玉とか、水晶とか、玉髄とか言って、危険風化に沈蔵される石もある。また、姿の珍しさ、色の微妙さを愛されて、庭を飾ったり、置物にされたりする石もある。無論、そういう石には、それだけの徳があるのだろう。 けれども見てごらん。彼は小石の一つを手に取り妻に示しながらゆっくりと続けていった「こんなのはどこにでも転げている至る所の道端にいくらでもある形も色も平平ぼんぼんで何の気もないしかしよく見るとこいつは実に何とも言えずつつましやかだ」 見せびらかしもないし、ももなないい。り人に踏まれ馬に蹴られてもおとなしく黙って転げているあるがままにそっくり自分を投げ出している俺はこの素朴さがたまらなく好きなんだそれはそうでございましょうけれどただ素朴だというだけではいくら石でもあるかいがないのではございませんか そう思うかね。心臓は穏やかに妻を見合った。しかし、これはこれで案外役に立つのだよ。道不審にも、家を建てるにも、また城を築くのにも、土を締め土台石の下を固めるためには、こういう石はなくてはならないものだ。城類の下にも、家の下にも、 道にも石垣にも人の目にはつかないがこういう石が隅々にじっとがんばっている決してあるかいがないというようなものではないんだよそして彼は棚心にのせた石をつくづくと見守りながら愛着のこもった調子でつぶやくように言った「俺はこの素朴さを学びたいと思うよ」 松尾には夫の気持ちがおぼろげながらわかるように思えた。世兵はあながち謝ってはいなかった。夫が石の素朴さを愛するというのはその人となりである。尋常ならぬものがあると信じたのは自分の思い過ごしだった。夫は噂通り平凡な人だったのだ。松尾は だんだんとそれを承認するようになったのである兄は来なかったが父の秋山宝希は折々訪ねてきた「どうだうまくいっているか」「はい幸せに暮らしております」そういう問答の中に心臓に対する娘の失望がうかがわれたけれども 父親はそれについては何も言わず「それは頂上だよく勤めなければならんぞ」と諭すだけだったその年の5月御主君武田勝頼は二万余機の兵を率いて甲を出馬し徳川氏の市場である高天神を攻めた高天神は遠東東の国小笠郡にあり 小笠原与八郎長忠を上主とし、大河内玄三郎を徳川氏の官軍として固く守っていた。この軍には、忠晋三も出陣したし、松尾の兄の秋山万三郎も加わっていた。勝頼が二万余りの大軍を動かしたのは、高天神だけが目当てではなかった。次第によってはそのまま三河まで侵入し、 徳川の本領まで席巻しようという計画を持っていたのである。5月3日に会を発した武田軍は、同じ7日に相良へ本陣を敷き、12日を期して攻撃を始めた。勝頼は、父の信玄がまだ財政だった元気2年に、一度この城を攻めたことがある。その時は失敗したが、 今度はその経験を生かす必死の策を持っていた。すなわち、穴山伊豆の神倍説をして、工場首相とし、馬場山形らを徳川氏の援軍に備えさせ、自分は本陣にあって葬式を取る。つまり、高天神の攻略と一緒に、あわよくば徳川氏本領への侵入を決行する、両面の作戦を持って臨んだのだ。 旧法によって徳川氏はすぐ兵馬を発した。けれども、物見の報告によると、武田軍の配置は非常に堅固である。家康は早くも、勝頼の意のあるところを指して、にわかに進まず、織田信長へ使者をやって援軍を求めた。家康がこちらの軍配を察して慎重に、食徳連合の策を立てたということを知ると、 勝頼は三河への侵入を断念して高天神攻略に全力を集め六月十日総攻めの命を発した秋山万三郎は高坂男女虎綱の帰下にあって下平川口の外類の攻撃に当たった戦は夜明けに始まり激しい矢玉の応酬から肉白戦に移った 昼少し前であったろうか、万三郎が敵の猛烈な集中射撃にあって、守兵五十余機と一旦窪地へ退避したとき、すぐ脇のところをまっしぐらに前進してゆく一帯の兵を見た。勝ち二十人ばかりが猛烈になり、戦闘に抜刀を振りかざした若武者が指揮していた。彼らは黙っていた。 みんな槍をぴたりと脇につけ足並みをそろえてひしひしと進んでいった。しのつくばかりの矢玉の中をまるで武者押し連兵でもするもののように表も振らず前進しやがて指揮者が刀を一振りすると見るやだっとのごとく敵の累壁へと取りついた。 万三郎はあっと叫んだ。その一帯の先頭に立って指揮していたのは、ただ心臓だった。かぶとに隠れて顔は見えなかったが、鎧不足にも見覚えがあるし、刺し物は根治師範に白抜きの竜で紛れはない。心臓が先を乗るぞ。そう気づいた驚きは例えようもなかった。彼は我を忘れてくぼちを飛び出し、切り込め と絶叫しながら敵類へ迫った砦の一角が崩れた敵は弓鉄砲を捨て刀を抜き槍を振るって押し返し戦った万三郎は無二無三に切り込んだがふと見るとただ心臓が一人の鎧武者と刃を合わせている「小暮男城」と相手の名乗るのが聞こえたそれはその類の副賞である。 ただなどの相手ではないと思って万三郎が駆けつけようとすると心臓はつぶてのごとく襲いかかって相手の脇つぼを刺した万三郎の目には心臓の右手が大きく動きキラリと刃が光ると見えただけだった小暮男城は横ざまにどっと倒れた「おお心臓がやった」彼は思わずうめき声を上げながら駆けつけたしかし 心臓はもう向こうへ走り出していた。今、差し止めた敵はそのままである。印を上げようともせず、撃ったと名乗りもしない。倒れた敵を踏み越えてそのまま前へと切り込んでいった。おい、ただ、印を上げてゆかぬか万三郎は懸命に呼びかけた。心臓は振り向きもしなかったが、倒れていた小暮男女がムックと半身を起こした。 それで三郎は駆け寄り様を押し伏せその印をあげた「あっぱれ秋山殿のお手柄」そう呼びかける声がしたので見ると山形善右衛門が走ってゆく「いや違うこれはただが」と言おうとしたが善右衛門はもう遠く去っていた万三郎は激しく舌打ちをし男女の印を牢頭に持たせて再び敵中へ切り込んでいく その日の合戦で万三郎は同じようなことを三度まで見た。二度目は中村の柵のうち、三度目は寺部の出丸で、そして三度とも小暮男女を撃ったのと同じ方法だった。ただ心臓はまっしぐらに強敵へ襲いかかる。喉輪か脇つぼか、または草ずり外れを差し通して相手を倒すと。 そのまま見向きもせずに次の強敵に向かって切り込んでいく。今、自分の撃った相手が、どんな孔明な武将であろうとも、決して印を上げようとはしないし、撃ったと名乗りもしない。当の相手を倒すと、それなりまた強敵を求めて前へ前へと突進するだけだった。どういうつもりだろう乱軍で逆上したのかそれとも、 それとも何か思案があるのだろうか万三郎はいろいろ考えてみたが見当がつかず不思議な戦いぶりをするやつだといういぶかしさだけが頭に残ったのであった。かくてその日の暮れ方には外郭の書類がことごとく陥落し全く裸白となった高天神を取り囲んで武田軍は包囲の陣を敷いた。 激しい攻防の一日が暮れて夜になった万三郎は勝頼の旗本にいるただ心臓を訪ねていった心臓はかがり火のそばに盾を敷きその上に座って何かしきりに小さなものを磨いていた万三郎は声をかけてその前に座りじっと相手の目を見守った「今日はお手柄だったな下平川口の砦で」 小暮男女を討ち取るところを拝見したよ。「小暮男女だって?」。心臓は目をしばしばさせた。「俺はそんなものは知らないがね」。「なぜ隠すんだ俺はこの目で見た」。「貴公がこう太刀を上げて男女の脇つぼを見事に差し通したところを」。「印は俺が上げたが討ち取ったのは貴公だ。 俺は知らないね。心臓はとんでもないと言いたげにうべを切った。乱軍の中だから見違えたのだろう。まるで覚えのないことだよ。いや、知らぬはずはない。ラベでも中村の作でも鎧武者を討ち取るのを見た。俺のこの目で見た。確かに見たんだ。どうして貴公が隠そうとするのか、俺にはわからない。どうしてだ どうしてと言って知らぬものは知らぬというほかにないじゃないか。心臓は布切れで何か磨きながらそう言った。ここでそんな口論をやってもしょうがない。誰が誰を売ったかということは孔明帳に記してあるはずだ。孔明帳を見ればはっきりわかることだよ。そう言って彼は磨き上げたものを棚心の上にのせ。 かがり火の光に透かしてうっとりと見守るのだった。棚心の上に乗せられたのは小さな石だった。彼は万三郎の目がその石に注がれたのに気づくと、振り返ってニッと微笑しながら言った。これが俺の楽しみでね。六。これが俺の楽しみでね。 そう申した目つきは実に平安なものでした。これが半時前まで先人を浴びて畜した人間かと疑われるほど、のどかな、むしろひょ病ょたる感じでした。万三郎はそう言って、改めて父の顔を見守りながら。そしてついにただは本心を明かしませんでした。当人が知らぬという上に、 山形前衛門までが証人に出たので、小暮男女を撃った手柄は、結局私のものになってしまいました。それ以上に事実を主張しますと、かえって妙な疑いを受けそうにさえなったのです。妙な疑いとはどのようなことだ私が故意に義弟へ巧妙を譲るのではないか、あからさまにそう申したものもあるくらいです。 なるほど。そういう見方もある。しかし、男女を撃ったのは事実彼でした。男女一人ではありません。私が見ただけでも、他に二人、鎧武者を仕留めています。おそらく、その二人も、小暮男女が私の手柄として記されたように、誰か他の者の,の手柄として、光明町に記されたことでしょう。そして、 当の忠信蔵は今度も兜首一つの手柄も記されずにしまったのです。一体これはどういうわけでしょうか高天神の城は敵の首相小笠原長忠の降伏によって落ち6月17日に開城した。そして勝頼は岡部丹波守と 横田今松に旗本の侍を加えた三千余りの兵を止め一旦甲斐国へと凱旋したただ新蔵より一足先に甲府へ帰った万三郎は何よりも先に新蔵の不思議な戦いぶりを父に語ったのであるその座には妹の松尾もいた彼女は兄の凱旋を祝いに来て はからずも夫の戦いぶりを聞いたのだった。なぜかというその理由がお前にわからないのは当然だ。うきが静かに口を切った。この父もかつてただ心臓と一緒に夜たび戦場へ出ている。そしてお前の見た通りの事実を何度もこの目で見た。 父上もですか。父上もご覧なすったのですか心臓はまっすぐに強敵へ挑みかかるそして打ち倒せばそれなり踊り越えて前へ突っ込む相手がどのような戦いものでも見向きもしないその首一つが千眼の手柄になる相手でも打ち伏せてしまえば未練もなく次へと突進する。 俺は幾たびかそれを見たそして戦が終わって光明朝が調べられると彼には兜首一つの手柄も記されていない「垂れが子を打ったのはただではないか」そういうものがあっても当人は知らぬと言うし乱軍の中のことではあるししるしをあげたものはすでに名乗っているので。 そのまま落ち着いてしまうのが試しだった。秋山放棄は太目を閉じ、当時を改装するのであろうかしばらく黙っていたが、やがてまた静かに続けた。世間は何も知らずに彼を笑う。動作が鈍いとか、名乗りも吐きとはできぬとか。事実は今話した通り、 人に抜きんでた手柄を立てているのだ。しかも世間がどんなに嘲笑しようとも、当の心臓は一言の弁明もせず黙ってその嘲笑を受けている。どういうつもりだろう。俺にはしかしやがてガテンが言った。松尾は全身を耳にして、一言も聞き逃すまいと父の口元を見守っていた。 そもそも合戦とは敵を打ち負かすのが根本だ。戦いは勝たなくてはならん。勝つためには一人でも多くの敵を倒すのが戦う者の最上の心得だ。いかに兜首の手柄が多くとも戦に負けては意味がない。肝心なのは勝つことだ。勝つために。 一人でも多く敵を撃つことだ。心臓はその心得で戦っている。一番槍も大将首も問題ではない。一人でも多く強敵を討って達成に勝とうとする。それだけだ。他人がなんとそう知ろうとも、自分のことは彼自身がよく知っている。 彼こそまことの戦人と言うべきなのだ万三郎は神戸を垂れ両手で固く膝頭をつかんでいたほうきは娘を顧みたお前はただえかしていくらか失望したようだったな俺には察しがついていたけれどもただの真の値打ちはやがてわかるだろう わかる時が来るに違いないと思ったから何も言わなかった。名も求めず、立身栄達も求めず、ただ一人の戦人として、黙々として己の信ずる道を生きる。ただ心臓はそういうもののふなのだ。わかるか松尾は胸を引き裂かれるように感じた。 いつぞや夫が石の素朴について語った時夫の本心を突き止めたように考えたやっぱり世評通りの人だったと思ったなんと浅はかな独りよがりな考えだったろう世間の風評を笑いながら自分も夫の真実を見つけることができなかったのだ申し訳がございません 朝はかな松尾をお許しくださいまし。父の家を辞して屋敷へ帰るまで、松尾は心の中でそう叫び続けていた。そして、屋敷へ帰り着くとすぐに、いつかの手箱を取り出してきて蓋を払った。そこには前の通り綿を敷いて、いくつかの小石が入っていた。形も色も平凡な、 何の気もない路傍の石である。じっと見ていると、俺はこんなのがたまらなく好きだ。という夫の声が聞こえるようだった。あなた、お立派でございます。そうつぶやきながら、松尾は耐えかねてくくと結び上げた。やがて夫が外線すれば、 そこにまた石が一つ増えることだろう。人には見えないが、多くの巧妙と手柄を象徴する平凡な一つの石が、